アーチーズ国立公園は、米国の国立公園で、類を見ない、様々な地形に加え、世界的に有名なデリケートアーチを含む、2000を超える自然にできた砂岩のアーチを保護している。公園は、ユタ州モアブの近くに位置し、面積は309キロ平方メートルである。標高が、最も高いのは、エレファントビュートの1723メートル、最も低いのは、 ビジターセンターの1245メートルである。1970年以降、42のアーチが侵食のために倒れた。アーチーズ国立公園の年間平均降雨量は250ミリメートルである。国立公園局によって管理されており、もともとは1929年4月12日に国定公園として指定された。1971年11月12日に、 国立公園に変更された。2004年には73万人超の人が公園を訪れた。ノースウィンドウアーチとサウスウィンドウ、アーチダブルアーチ有名なものは次の通り。コートハウスタワーズ地域の大きな薄板デリケート、アーチ、公園内で最も有名なアーチの一つ、モアブ断層公園は地下の岩塩層の上にあり、この岩塩層がこの地域におけるアーチと バランス岩、砂岩の薄い板、侵食された一枚岩の形成の主たる原因である。ところどころで、数千フィートの厚さに達する、この岩塩層は、海水がこの地域に流れ込み、結局蒸発したおよそ3億年前に、コロラド高原に堆積した。数百万年にわたり、岩塩層は、洪水、風、間を置いて流れ込んだ太陽からの採設物で覆われた。 多くの堆積物が加圧され岩となった。ある時にはこの重なり合った地面は厚さ1マイルに達した可能性がある。加圧された塩は不安定であり、アーチの下の岩塩層はこの厚い岩の蓋の重みに立ち打ちできなかった。そのような圧力のもとで岩塩層は移動し、曲がり、液化し、地震を再配置し、結果として地層を髪型に突き破り、 岩塩ドームを形成した。全体が空洞に崩れ落ちた。ところどころでほとんどギリギリまで折れ曲がった。断層が出現した。そのような2500フィートの移動の一つの結果、すなわちモアブ断層がビジターセンターから見られる。この岩塩の表面下の動きが地表を形成し、地表の侵食が新しい岩石層を剥がした。孤立した残子を除き、 今日公園内に見られる主要な地層は、ほとんどのアーチを形作っている、サーモン色のエントラーダ砂岩層と、鈍キ色のナバホ砂岩層である。これらの層は、公園の至るところで、ケーキのように層になって見られる。長い期間をかけて、水が表面の割れ目、摂理、これらの層の終局部に浸透した。氷が劣化の中で形成され、大きくなり、 周囲の岩に圧力を加え、粉々にした。その後風が緩んだ欠片をきれいに吹き飛ばした。一連の独立して立つ薄い板が残った。風と水が、場合によっては、接合物が崩れ、岩の塊が転がり出るまで、これらの薄い板を襲った。多くの薄い板が倒れた。ちょうど良い高度とバランスを持つ他の薄い板が、一部分を失いながらも生き残った。 これらが有名なアーチとなった。ファイアリーファーネスの砂岩の薄板のパノラマ写真アーチーズ国立公園のパークアベニュー1万年前の最後の表記以降人類がこの地に居住した。フレモント族と古代プエブロ族がおよそ700年前まで住んでいた。1775年スペインの宣教師たちが初めてやってきた時、この地でウテ族とパイユート族に遭遇した。 この地に入植しようと試みた最初の欧米人は1855年のモルモン教のエルクマ運転伝道団だったがすぐにこの地を放棄した。その後、1880年代に牧場主、農民、炭鉱者がモアブに隣接する谷に入植した。周囲の岩が織り成す地形が美しいという噂が観光地となる可能性があるとして入植地を越えて広がった。 アーチーズ地域は、デンバーリオグランデウェスタン鉄道の乗客輸送部長、フランク・エオドレーによって、初めて国立公園局の注意を引いた。オドレーは、鉄道写真家、ジョージ・エルビームと共に、1923年9月、ソルトバレーに住むハンガリー出身の炭鉱者、アレクサンダー・リングホッファーの正体でこの地を訪れた。リングホッファーは、 鉄道会社へ手紙を書き、彼が前年に二人の息子と義理の息子と共に発見した継承地の観光地としての可能性に関心を持ってもらおうとした。彼はその地をデビルズガーデンとして知られると呼んだ。ウォドレイはリングホッファーに見せられたものに感銘を受け、国立公園局長ステファン・ティー・マーサーに国定公園にすることを提案した。翌年、 国定公園にするという考えは、近くのラサルサンミヤクの地質を研究していた、ミシガン大学大学院生ローレンス・エム・グールドからも、さらなる指示を受けた。グールドは、退職した地元の医師、JW ・ドク・ウィリアムズに、その美しい地を案内されたのである。ランドスケープアーチ政府の調査官が、地域についての研究を続けたのは、一部は、正確な場所に関する混乱によるものであった。 いつの間にか、デビルズガーデンの名は、ソルトバレーの反対側の場所に置き換えられ、リングホッファーの元々の発見は削除された。一方で、地元では、ウィンドウズとして知られていた近くの別の場所が、含まれていた。1926年から、国立公園局はこの地を国定公園に指定する、ことに賛成していたが、カルビン・プーリッチ大統領の内務省長官は、反対した。 結局、1929年4月、就任後間もなく、ハーバート・フーバー大統領は、比較的小さなつながっていない2つの地区からなる、アーチーズ国定公園を設立する大統領府国に署名した。1906年の遺跡保存法の下で制約を設ける目的は、科学及び教育的価値のため、アーチ、戦闘、バランスガン、その他の砂岩の地形の保護であった。 アーチィーズという名は、1925年にウィンド w ズ地区を訪れた国立公園局の南西部のナショナルモニュメントの最高責任者、フランク・ピンケリーによって提案された。バランスロック1938年後半、フランクリン・ルーズベルト大統領は、さらに景色の良い地形を保護し、観光産業を発展させるための設備開発を認めるため、 アーチーズ国定公園を拡張する布告に署名した。1960年、ドワイト・アイゼンハワー大統領は、新しい道路の路線を設定の便宜を図るため、若干の調整を行った。1969年前半、退任する直前、リンドン・ジョンソン大統領は、アーチーズ国定公園を大きく拡張する布告を行った。2年後、リチャード・ニクソン大統領は、 アーチーズの面積を大きく減らすが、国立公園に変更するという議会で成立した法案に署名した。公園内で名前のあるアーチに登ることは長い間公園の規則により禁止されてきた。しかし、2006年5月6日、ディーン・ポッターがデリケートアーチのフリークライミングに成功したことを受け、規則の文言は公園弁護士によって、 法的拘束力のないものと考えられた。それに応じて2006年5月9日、公園側は規則を以下の通り改正した。公園内のその他のものに登ることは認められているが、規制されている。改正された規則は、また公園全域でスラックラインを禁止している。認められたレクリエーション活動には、ドライブ、トレッキング、サイクリング、キャンプ、 ハイキングがあり、そのうちいくつかは許可が必要である。ガイド付きツアーとレンジャーのプログラムがある。米国の作家エドワード・アビーは彼の本、砂の楽園となった日記をつけていた時、アーチーズ国定公園の公園保護館であった。冒険旅行の流行と相まって、この本の成功は多くのハイカー、マウンテンバイクやオフロードの不安をこの地域に引きつけた。しかし、 公園の境界線内での活動は、キャンプ、徒歩でのハイキング、標識のある道路のみでのドライブに制限されている。映画、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦の冒頭の場面は、この公園で撮影された。アーチーズ国立公園には以下に示すような多くの野生動物が生息している。西部首輪とカゲ以下のような植物も、また公園の風景を支配している。リザ・ジェチャーチ。 ソルトレイクトリビューンパークトゥウィークスルールズアフターデリケートアーチクライム2006年5月10日閲覧アーショスナショナルパークブロシャー,アーズナショナルパークサービス2007年8月6日閲覧ありがとうございます